やあどうも、ベンゼンです。前回の動画では、総称の特徴と総称形として、総称変形の特徴についてまとめてみました。今回の動画では、前回の補足として、総称変形が起きるとどのように原子が動くのか、一例を使って表現してみようと思います。三次元的な想像力が必要となりますので、苦手な人は繰り返し見たり、わからなくなったら止めながら見たりして、それぞれの図が何を表しているのか、理解しながら見てみてください。では早速、見ていきましょう。さて、総称変形が起きた時の原子の移動について見ていくわけですが、今回取り扱うのは BCC の総称形です。前回の動画で紹介した BCC の総称形、覚えていますか？滑り形の一つと同じ、112面の111方向でしたね。じゃあ今回はとりあえず、総称面が112、で、総称方向が1/1/1、であるとしておきます。すると、この図で考えるとこの面が総称面、この面上のこの方向が総称方向、すなわち原子が移動する方向であると言えます。一応ですが、同じ、1/1/0、面上の原子ごとに色分けをしています。この方がゆくゆくは見やすくなるので、じゃあ総称によるこれら原子の移動をわかりやすく見るために、まずは総称面に平行な方向から見ましょう。視点を移動させていくと、この方向から見るとちょうど総称面に乗る方向から見ていることがわかりますね。この方向、わかりますか？そんなに難しくはないですね。1/1/0、方向です。原子配置を考えなくても、立方格子が平面的に長方形に見えていることからも、110形であることが推測できるかと思います。総称の原子移動は総称面に乗る方向で生じるので、わかりやすいように総称面が水平になるように結晶を回転させてみましょう。すると、この総称面上に同じ色の原子が並んでいることがわかりますね。これが、先ほどの基準で色分けをした理由です。では、この最も赤の原子が多い面を総称面に取り直して、どのように原子が動くかを考えてみましょう。この面を境に下側が母層、上側が総称であるとします。すると、総称の特徴が、鏡面対称、ということを思い出し、この面の上下が鏡面対称になるように原子が動いてくれれば OK というわけです。ですので、青原子は青原子同士で、赤原子は赤原子同士で総称面を挟んで対になるように、こんな風に動くわけですね。お気づきかと思いますが、総称面に近い原子の方が移動量は少なく、総称面から離れるほど大きく移動していますね。これは総称変形の原子配置の動画からもわかるように、どの位置に原子があるかによって変異量が異なるため、決しておかしいことではありませんね。じゃあ、前回言っていた、総称先端歪みが総称形で一定、とはどういうことなのでしょうか。続けて解説していきたいところですが、今回はこの辺で。さて、ここまで BCC 構造における総称変形の原子の移動についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。あれ、なんか今日短くね、と思いですよね。気になる方は動画の説明欄を読んでいただければと思います。総称の原子移動、どうでしたか？おそらくこの系統の問題を苦手としている人は、パッとこの図を見せられた時に、どういう構造をどういう方向から見ているか想像しづらいのだと思います。ですが、一個一個落ち着いて考えていけば、何の問題もない、ただの BCC でしたね。こういったところでパニクって失点しないように、落ち着いて考えることを意識しましょう。こんな短い内容のおさらいなんかはここらで終わりにして、皆さんにクイズです。次回扱う予定の先端歪みについて、考えてみましょう。この図における先端歪みガンマは一体どことどこを計算すれば求まるのでしょうか。それができた人は、BCC の一辺を A として、先端歪みの値を求めてみてください。答え合わせは次回ということで。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。